リンクスタート。同じ瞬間を生きた一緒にいられると思っていた。ソードアートオンラインアリステーションリコリス。Et salut à tous et bienvenue. Je suis Link Lagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour la suite de notre aventure SAO.Alors je dis aventure, ouais, mais pas trop, puisqu'on va continuer évidemment nos dialogues, tous les dialogues qu'on a débloqués précédemment. Et aujourd'hui, bah, j'avais envie de commencer, voilà. La petite choupette, on va commencer nos dialogues avec Silica. Bon. Qu'est-ce qui va te tomber dessus encore ? もちろん付き合うよ。ありがとうございます。では森まで一緒に来てもらえますか？Non, tu veux dire que t'as forcément besoin d'être dans la forêt pour. まだ魔獣の発見情報もないし。はい。とっても空気が美味しいし、大自然って感じがします。ん？金飛び狐か。へへ。この子たち可愛いですよね。キリトさん、ちょっとだけ待ってください。ん？豆菓子か。はい。ドニエさんから聞いたんです。金飛び狐はおやつに豆菓子を食べるって。はい。みんなどうぞ。の、みんなうまそうに食べるな。シリカ、こっちでもテイマーの才能を発揮してるな。そんなことないですよ。でもやっぱり動物は可愛いです。よしよーし。なでなでしても怒らないなんて優しいね。本当に可愛いな。シリカは本当に動物に好かれるよな。あ、ごめんなさい。つい夢中になっちゃいました。先に進まなきゃいけないのに。大丈夫だよ。急いでないしな。ありがとうございます。では行きましょう。Mmh, très bien. Hiroba mitai ni natte ru shi, kono atari de ii kana? Hai. Sore ja, tameshite mitai koto ni tsuite oshiete kureru ka? Jitsu wa atashi, zutto ironna elemento o seisei shite, tate o tsukuru renshu o shite iru n desu. Bouheki waza ka. Naruhodo na. J'avoue que ça peut être extrêmement pratique. Atashi no tsukuru tate ga dore dake no kouryoku ka o tamesu tame ni mo.キリトさんに手伝ってもらいたくて、私が盾を作るので、キリトさんは攻撃を当ててくれませんか？わかった。でもうっかりシリカに攻撃が当たると危険だな。あ、じゃあダメージが最小限で済むように風素を飛ばして盾に当てるよ。風素なら誤って体に当たってもダメージを受けることはないからさ。ありがとうございます。それじゃあお願い。Bon, ah, bon, bah très bien. J'aurais espéré une petite scène, un truc, quelque chose, mais bon, c'est vrai qu'on est sur Asao, Alicia sur les choristes, donc on va pas trop en demander, hein. Discharge!T'as envie du temps, vie de Dieu? Ça, Shirika, これが防ぎきれるかな? Generate Aquarius Element! 水の衝撃か。ずいぶん勝負に出たな。金飛び狐? Shirika の足元にまとわりついている。何?
Mais encore? Évidemment. Bon, ça sent l'image, hein, je l'ai, hein, je... Ah, ça sent tellement l'image. Non, même pas. ごめん、まさかあんなことになるなんて思ってなくて。いえ、キリトさんは悪くないんです。私が練習をお願いしましたし、何よりキントビキツネが来たのは予想外だったので。あの子たちも無事でよかったです。それにしても、シリカの新生術の上達には驚いたよ。いつの間に練習したんだ。 いろんな場所で練習してたんです。どうしても盾を極めたかったので。盾を極める？あの、SNOに始まって、今までも私ってずっとキリトさんに守られてばかりでした。でも今回は盾を極めて、私がキリトさんを守りたかったんです。シリカ、そんなことを考えてくれたのか。はい。この世界では、 痛みも何もかもゲームとは違って、リアルに感じてしまいます。だからこそ、私はキリトさんを全力でサポートする役割。キリトさんの痛みを防ぐ存在になりたいんです。シリカ。だから、これからはキリトさんが危なくなったら、私が盾を作ってキリトさんを守ります。ありがとう、シリカ。嬉しいよ。なんだか少し見ないうちに、 シリカはすっかり大人になったな。驚いたよ。そうでしょうか。だから嬉しいです。本当にそう思うよ。シリカは昔と変わった。成長したって思ってもらえるなんて嬉しいです。でもずっと変わらないことだってあるんですよ。変わらないこと？はい。 キリトさんが私にとって大切な人なのは、ずっと、何があっても変わりません。なんだか、面と向かって言われると照れるな。私も恥ずかしくなってきちゃいました。でも、本当のことなので、私、キリトさんの盾になるために、これからも頑張ります。 C'était mignon. D'accord, je m'attendais pas à ce que ce soit si court en fait. J'en ai pas habitué. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller voir? Tiens, si, je sais qui on va aller voir. Encore faut-il... Ah bah non, je... Ouais. Ouais. Si je la trouve pas, je l'ajouterai dans le groupe. Mais bon, du coup... Non, c'est pas toi. Oh, salut Réona. Là, je l'ai. PC。あ、キリト、ちょうどよかった。お前さんに頼みたいことがあるんだよ。うん、分かった。話を聞かせてくれ。そんじゃ、頼んだぜ。あ、どこ、c'est pas ce qui se passe。よし、それじゃあ発生地に向かうか。もう、j'imagine des bêtes。あ、お兄ちゃん。 よ、すぐ。何してるんだ？私は今からちょっと剣の練習に行こうと思ってたところ。お兄ちゃんは？ああ、俺はベルクーリさんから頼まれ事をされてさ。頼まれ事？魔獣退治？あ、そうなんだ。洞窟の周辺で魔獣が出たって住民から報告があったみたいで、幸いまだ被害は出てないみたいなんだけどな。地図の
この辺にある洞窟なんだけどさ。そこってん、知ってるのか。うん、何度か剣の練習でこの辺に行ったことあったから。あ、ben le hasard comme par hasard。 報告によると魔獣は洞窟の中から現れてはどこかに向かっているらしい。なるほどね。じゃあカラントは洞窟の中にあるのかな。行ってみなきゃわからないけど、おそらくな。ねえお兄ちゃん、私も一緒に行っていいかな。ちょうど剣の練習にもなりそうだし。何度か行ったことあるから洞窟への道案内もできるよ。本当か。そうしてもらえるとすごく助かるけど、いいのか。もちろんだよ。私もお兄ちゃんと二人きりなんて嬉しいし。そうか。あ、ほら、兄弟水入らずってなかなかないからね。それが嬉しいって意味だよ。エビでも、エビでも。確かに兄弟二人になるのは珍しいか。そうでしょ。よし、そうと決まれば出発だね。回復薬とか持ってるから準備は万端だよ。なんかすぐ焦ってないか。全然。ほら行こう。Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Ah, parce que techniquement, on était censé aller dans une grotte. Ok, très bien, c'est sur la route. Ça va. Je valide. Bon, je tiens juste à préciser qu'on a eu un temps de chargement, un gros temps de chargement que j'ai coupé hein, pour la vidéo. Mais ce qui veut dire qu'on aura un combat à faire. Et j'imagine que ce sera soit contre une bête ou une clamp ou les deux. Donc on verra bien. Oh, joli!ごめんねお兄ちゃん、戦闘全部任せちゃって。すぐには新生術で周りを照らしてもらってるからな。戦闘は俺の仕事だろ。そう？でも力仕事は兄貴が引き受けるもんだからな。こんな時にお兄ちゃんからなんてずるいよ。たまにはいいだろ。兄貴らしいことすぐにはそんなにたくさんできてないんだからさ。もうお兄ちゃんってば。疲れたら言ってね、変わるから。了解。大丈夫だと思うけど、よほどになったらすぐに助けてもらうよ。でもどうして魔獣がこんなところにいるのかな。ベルクーリさんから聞いたんだけど、この洞窟の奥には昔湖があって、周辺の人たちが水を汲み上げていたらしい。そうなの。でもある時湖に魔獣が発生したみたいでな。Ah, et une pousse l'aurait ressuscité, etc. On commence à connaître la chanson. Donc comment ça, une plante, une clamp aquatique, what the fuck, c'est nouveau ça? Suguwa, dokutsu no dokora hen made haitta koto ga aru nda. Kono wakare michi gurai made da yo. Sou ka. Dochi ni sumu ka. Chotto matte, oni-chan, migi wa dame. Na, doushite da? Un, ikidomari da kara, itte mo nani mo nai nda yo.そうなのか。じゃあ左に行こうか。うん。ねえお兄ちゃん。Pourquoi ça sent le cul-de-sac aussi? なんだ。言わないでおこう、言わないでおこうって思ったんだけど。ん？カラント全然なくない。ああ、もう俺たち2時間歩いてるよな。いやいや、évidemment qu'ils sont paumés。光が弱ってきちゃった。まずいな。空間新生力が足りなくなってる。洞窟だから仕方ない。Bien que ça arrive. 一旦引き返そうか。このまま進んでも危険だ。ダメだよ、諦めちゃ。
でも暗い道を進んでいっても危ないし、俺はいいけど、すぐに何かあったらまずいからな。お兄ちゃん、ね、諦めちゃダメって言ったのは別の方法があるからなの。別の方法？うん、途中までは引き返さなきゃいけないけどね。一緒に来てくれる？ああ。こっちだよ。あ。洞窟の天井に穴が開いて、太陽の光が差し込んでる。よかった。まだお昼みたいだね。ここならリソースを確保できるよ。へえ。洞窟の中にこんなところがあったのか。花まで咲いてる。ん？この花って。やっぱり気づいちゃうよね。なあ、サルビアの花だよな。実はお兄ちゃんを。C'est quoi la sauge rouge? Enfin, c'est quoi le délire avec? でもさっきの分かれ道ですぐは右の道はダメだって言ってたよな。どうしてあの時は連れてきてくれなかったんだ？本当は任務が終わった後にここへ来てお兄ちゃんのことをびっくりさせたかったんだ。あの時はリソース不足になるなんて思ってもいなかったし。そうなのか？そうだよ。ここのリソースでもう一度光をつけて先へ進もう。ん？ああ。あれ？ああ。カラントだ。Voilà. 魔獣が取り囲んでるけどな。そうみたいだね。すぐ周りを照らしててくれ。俺が倒すから。ダメだよ。ジェネレートルミナスエレメント。すぐ。強い光を灯した枝をここに置いておけば、暗くても最低限のものは見えるはずだよ。わがまま言ってごめんね。私。Ouais, puis moi, les combats en solo, bon, à force, ça me saoule un peu, hein, je vous le dis. Allez, c'est parti contre des petits sacs à PV, peut-être. Ce serait bien que non, mais bon, j'y crois pas trop. Ouais, bon, disons qu'on a connu pire.On a connu pire, mais bon, je pense que ça va être l'habituel, hein, la petite ellipse des combats de clamp, hein, parce que voilà. Il y en a plein de bordels là. Ah, là. Allez, monte, tu bouffes et tu descends. Voilà. Allez.On va au moins battre la première et ensuite, comme je vous disais, petite ellipse jusqu'à affronter, enfin, jusqu'à que j'ai affronté tous les autres. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, on arrive au bout. Ok, le PV, non, c'est bon. Bon, ça a été plutôt...Pas vite fait, mais en tout cas, ça s'est déroulé sans trop d'encombre. Corédé, Katazita, né? Ah, Karanto, mon kitashi, mon taïjouka. Sugno, Kageda. Oni, tiens, cosa. Kurono, Kenji, Samawa, Kenzai, Mitai. Sereja, Motoroka. Ah.消えちゃった。じゃあ俺が灯すよ。この明るさしか無理か。またあの光が差し込んでた場所まで行って補給するか。ううん、多分時間的に考えてもう夕方だし、行ってもリソースはあまり残ってないと思うよ。あ、そっか。じゃあお兄ちゃん手をつないで、はぐれないよう進んだら、この微弱な光の中でも、どうにか外に出られるはずだ。悪いけど、手を離さずに俺についてきてくれ。うん。じゃあ行こうぜ。
ボン。どうした？兄ちゃん、昔と変わってないね。Bah, attends, c'est Kirito, j'avais le dé, hein. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu de temps. とはいえ、結局すぐをまた危ない場所に連れてきちゃったけどな。そんなことない。私、お兄ちゃんとこうして一緒にいられるの嬉しいよ。私がお兄ちゃん子だって知ってるでしょ。すぐ。けど、どうしてこんなところに剣の練習に来てたんだ？暗くて危ないのに。私、暗い場所での戦闘に慣れようと思ったんだ。だから一人で練習してたのか。うん、それでたまたまあの光が差し込んでる場所も見つけたの。あんなところにサルビアが咲いているからびっくりした。Mais pourquoi la sauge rouge en fait? 見つけてからはたまにあのサルビアを見に行って癒されてたんだ。そうだったのか。確かに懐かしいよな。うん、お兄ちゃんが私にくれた誕生日プレゼントだね。D'accord. あれからサルビアは私にとってお兄ちゃんとの大切な思い出になったの。あの花を見るとお兄ちゃんがプレゼントしてくれたことを思い出して気持ちが温かくなるんだ。ずいぶん遅れた誕生日プレゼントになっちゃったけどな。本当にあのサプライズは嬉しかったよ。けどこの洞窟にカラントが生えたら魔獣に花が踏み荒らされちゃうかもしれないって思って、だから花を守るためにも一緒に行きたかったの。そうだったのか。うん、大切な癒しの場所だからね。秘密じゃなくなっちゃったけど。そうだな。じゃあ悪いけど、これからはすぐと俺の秘密の場所ってことにしてもらおうかな。うん、なんだか私とお兄ちゃんの秘密っていうのも嬉しいかも。でも一人でこんな場所に来るのはやっぱり危ないから感心しないぞ。今回みたいに魔獣が出る場合もあるし、これからはここに来るときは俺に言ってくれないか。一緒に行くからさ。うん、心配かけてごめんね。でも私、危なくてもお兄ちゃんの背中を守りたくて、そのために練習したかったの。俺のために？うん、この世界だとゲームと違って天候とかその場所の明るさにまで戦況が左右されちゃうでしょ。だからここでお兄ちゃんのことを守るためにはどんな状況でも戦えなきゃダメだなって思ったんだ。すぐ。だって私お兄ちゃんの妹だからね。妹だってお兄ちゃんを助けたいって思うものなんだよ。だから私この世界でももっと強くなるよ。お兄ちゃんのそばでお兄ちゃんを支えるためにね。ありがとう、すぐ。俺もすぐのことを絶対に守るよ。すぐは大事な俺の妹だからな。お兄ちゃん大好きだよ。Bon. Eh bah très bien, c'était trop mignon tout ça. Du coup j'hésite, ouais, quitte à faire un épisode un petit peu plus court pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère en tout cas que cet épisode, comme je le dis, un peu plus court vous a quand même plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos dialogues, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.